こんにちは。それでは今からですね、そろばん1級の問題の解説をしていきます。そろばん1級では5桁 ×4 桁の問題、8桁割る4桁の問題、4桁から7桁までの見取り算の問題が出てきます。そろばん1級でもコンマは必ずつけなくちゃいけないので、忘れず頑張っていきましょう。それでは早速1問目の 74,652×6,430 から説明していきます。まずですね、74,652 っていうのは5桁になります。で、6,430 っていうのは4桁になります。よいしょ。で、5桁足す4桁は9桁になるので、1,2,3,4,5,6,7,8,9 桁、1,10,100,1,000,10,100,100,0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 00,100,
番ですね。7、6、4、12、7、2、8、7、21、4、6、20、4、6、4、32、6、6、36、6、4、24、4、6、38、5、6、35、4、25、35、2、6、12、2、4、5、35、という感じで、まあ、5×4 の20通り、20回九九を、出さなきゃいけないですね。はい、まあ、そんな感じでやっていきましょう。というわけで1問目ですね。はい、まずは9桁のところからいきますね。よいしょ。7、6、4、12、7、4、28、7、3、21。7の段が終わったので4の段は隣です。4、6、24、4、4、16、4、3、12ですね。で、最後0はあえて飛ばしてます。入れる必要がないので。で、7の段、4の段、6の段、ここですよね。6、6、36、6、4、24、4、6、3、18。7の段、4の段、6の段、5の段と来てますから、5、6、35、4、25、35、7、4、6、5、2と来てますから、2、6、12、2、4が8、2、3が6ということで、480、あ、ちょっと最初汚いですね。480、0、0、12、360、4億801万2360という値になりました。まあ、最初がちょっとなんか難しそうな数字並んでますけどね。まあ、これが正解になってますね。はい、2問目に移りましょう。ここからですね。2、7、10、4、2、8、16、2、5、10、2人が4ですね。2の段が終わったので8の段は隣からで、8、7、5、6、8、8、6、4、8、5、4、10、8、2、16、2の段、8の段、1の段と来てますから、イン7が7はここですね。イン7が7、イン8が8、イン5が5、イン2が2、2、8、1、9ですから、9、7、63、9、8、72、9、5、45、9、28ですよね。ということで2億2134万7880です。答えは9桁になったり8桁になったりしますね。必ずコンマは2つ存在するということになってきますね。はい、3問目です。8、9、72、80が0、8、4、32、8、7、56。はい、8の段が終わったので3の段隣ですね。3、9、27、30が0、3、4、12、3、7、21ですね。8、3、5と来てますから、5、9、45、50が0、5、4、25、5、7、35、8、3、5、0、4なんで4の段ここからですね。4、9、36、40が0、4、4、16、4、7、28で755コンマ460コンマ688ですね。7億5546万688が答えになりますね。はい、続いての問題いきますよ。2、8、16、2、1が1、もう一回です、すいません。2、8、16、2、1が2、2、6、12、2、3が6、7、8、56、7、1が4、4、6、4、12、7、3、21、4、8、32、4、1が4、4、6、24、4、4、32、イン8が8、イン1が1、イン6が6、イン3が3、223コンマ747コンマ830ですね。5問目に移りましょう。6、3、18、6、6、36、6、54、6、8、18。6の段が終わったので1の段は隣からで、陰3が3がつくから最初の3はここですね。3、6、9、8ですね。6、1、8の段、8、3、24、8、6、48、8、9、72、8、8、64ですね。6、1、8、2で2、3が6、2、6、12、2、9、18、2、8、16ですね。6、1、8、2、7、7、3、21、7、6、72、7、9、63、7、56ということで、2、2、8コンマ、6、3、6コンマ、2、4、6ですね。はい、こんな感じでまあやっていくという流れになってきますね。で、まあ、5問目までは少しちょっとゆっくりめにやってみたんですけど、6問目からはまあ普通のペースでやっていきますんで、
まあ、僕のペースについてこれるように頑張ってみてください。それではいきますね。355300-0320-9981-9981-9951-5955-0-0-2515-0-0-2515-1965-1955-575ですね。はい、合ってるかな。はい、7問目です。51が5、25が80、525、71が7、27が56、75、31が9、28、9、72、9、45、61が6、これ合ってんのかな。あ、ちょっと間違っちゃった、間違っちゃいましたね。5足す4で9桁なんで、51が5、ここですね。51が5、25、80、52、15、71が7、27、9、28、9、72、9、45、61が6、62、6、80、6、53、31が3、32が6、3、25ですね。74、482、455ですね。9、81、9、16、13、9、34、6、56、72、6、24、3、27、3、7、1、3、42、インクが9、イン、7が7、8、56、8、32、9、34、6、9、8、7、2ですね。はい。死にが8、32、7、28、築、36、25、35、53、55、45、2人が死に、3が6、27、29、28、26、8、24、8、26、27、6、54ですね。107、735、394ですね。因子が4、因5が5、因1が1、因6が6、まあ、4、5、1、6ってパパって入れちゃって大丈夫です。で、1、0、4と来てますからね。4、4、16、4、5、20、4、1が4、4、6、20、4、3、4、12、3、5、15、3、1が3、3、6、18、9、4、36、9、5、45、9、1が9、6、54ですね。47、142、524。はい、11番に移りますね。よいしょ。2、5、10、7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 、
ですね。はい、12番に移りましょう。サブ6、18、3、9、27、3、2が6、3、5、15、4、6、20、4、4、9、36、4、2が8、4、5、20、9、6、50、4、9、81、9、28、9、5、45、7、6、42、7、6、13、7、24、4、7、5、35ですね。2、3、6、コンマ、1、2、1、コンマ、7、2、5ですね。6、1が6、6、8、18、6、4、24、9、1が9、9、72、9、36、8、1が8、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 
まあ、あえて説明省略してます。ここまで来れた方はですね、自分なりに考えてできるはずなんで、あえて省略してますよ。で、これ最初に何が立つか分かりますか？何が立つか分かりますか？1の段で4に一番近いものは確かに因子が4なんですけど、4って置いたらもう引けなくなるんで、3でもちょっと大きいので、2っていきなり置けたらかっこいいんですね。21が2、27、24が8、29、18と引きます。はい。で、その次も9って置いちゃってもいいんですけど、大きいんですね。いきなり5って置けたらかっこいいです。51が5、57、35、54、25、9、15です。はい。で、その次はいきなり3って置けたらかっこいいんですね。まあ6ってもちろん置いてもいいですよ。置いてもいいんですけど、3って置けるようになったらすごいですね。31が3、37、21、34、12、39、27です。で、その次もこれ9じゃなくて7って置けたらかっこいいんですね。71が7、71、79、77、28、79、63です。2コンマ537、まあ、1級まで来るとある程度その効率性を重視した方が絶対的に合格の可能性高まるので、その1回1回戻したり、これじゃあかんなって思ってやり直したりする時間がもったいないんで、こういう、まあ、ちょっと難しそうな問題も一瞬で、まあ、解けるように努力する必要があるということですね。はい。その次はどうします？7の段で64に一番近いものは8ですよね。8を入れると8756、8864、8972、8540ですね。で、次1を入れます。陰7が7、陰8が8、陰9が9、陰5が5。次9ですね。9763、9872、9841、9545。まあ、あえて省略してるんですね、これは。わざわざ説明しなくても多分できるんで、ここまで来れた人は。これは最初の数字が揃ってて、2桁で比べたときに22の方が23よりも小さいので小さくでしたよね。で、9、28、9、3、27、9、1、6、13。次3ですね。3、2が6、3、3、学、3、7、21。次7ですね。7、24、7、3、21、7、4、9。で、次1入れて引いてしまえば9、3、7、1ですね。はい。で、これは5の段で43に一番近いものですけど、7って置けたらかっこいいですね。7535、7963、7642、7556ですね。次2です。2502918、2602286、次5です。5525、5940、5630、5810、次6です。6530、6540、6638です。7コンマ256ですね。はい。2の段で17に一番近いのは、まあ確かに8ですけど、6って置けたらかっこいいです。6、20、2、6、5、30、6、1が6。次8です。8、26、8、5、40、8、1が8。次9です。9、28、9、5、40、5、9、1が9。次4です。4、2が8、4、5、20、4、1が4。6コンマ894ですね。はい。最初にこれは9を置きましょう。9、36、9、1が9、9、0が0、6、50、4、6入れましょう。6、7、24、6、1が6、6、0が0、6、6、36。2を入れましょう。2、4が8、2、1が2、62ですね。9コンマ062です。はい。これ最初に5です。5、9、4、15、5、25、5、30、5、4、20。次7です。7、6、13、7、5、35、7、3、21、7、28。次4です。6、36、4、5、20、4、32、4、46。次3です。3、9、27、3、55、3、3、学、3、4、12ですね。はい。最初1です。陰8が8、陰6が6、陰1が1、陰7が1。次4です。4、8、32、4、6、20、4、1が4、4、7、28。次8です。8、8、60、8、6、48、8、1が8、8、4、56ですね。はい、最初3ですね。サザン学、3、4、12、3、パ、24、4、3、2が6、次6です。6、38、6、4、24、6、88、6、22、次1です。陰3が3、陰4が4、陰8が8、陰2が2、次5です。5、35、5、4、20、5、80、5、20ですね。3コンマ615。はい。はい、最初に2です。2、50、2、80、6、2、0が0、2、4が8。はい、次5です。5、5、25、5、8、10、5、0が0、5、4、20。次7です。7、5、35、7、56、7、0が0、7、28ですね。2コンマ507です。よいしょ。はい、次行きましょう。はい、最初5です。5を入れて5、9、45、5、35、5、7、35、5、8、10、6です。6、50、4、6、3、18、6、7、12、6、8、18、次8です。8、72、8、3、24、8、7、56、8、8、64、次9です。9、81、9、3、27、9、7、62です。5コンマ689が答えですね。
はい、最初に1入れましょう。イン6が6、イン2が2、イン4が4、イン7が7、次3です。サブ6、18、3、2が6、3、4、12、3、4、21、次9です。9、6、50、4、9、28、9、4、36、7、6、13。で、最後、1の位に0が残ってるんで、答えにも0を残す必要があります。ということで、1コンマ3、9、0が正解になりますね。はい、次行きましょう。はい、最初の数字が揃っているときは74と76で比べると74の方が小さいということで小さくですね。9763、9654、9872、9811、7入れましょう。7749、7640、7756、7613、次2を入れましょう。2711、2612、2816、2918を入れて最後1ですね。7689ということで9コンマ721。はい、ちょっとコンマがこんな感じですね。はい、ラストです。はい、最初6です。6888、60が0、61が6、6530、次8です。8864、80が0、81が8、8540、次7です。7756、70が0、71が1、75、35、次5です。5850、50が0、51が5、525ということで6コンマ875というふうになります。はい、ラスト見取り算いきましょうね。よいしょ。はい、頑張っていきましょう。ですね、よいしょ。はい、いきますね。318万5749、その次6490、はい、90万3682で54973で98526、6542308、次9134で9321065で次7851で794302ということで20コンマ924コンマ080が1問目の答えです。2問目いきます。7819502367182438561243625871で9140326を引いて274185も引いて3957を足して7069を引いて73940を引いたら7コンマ554コンマ201というふうになりますよね。はい、3問目に移りましょう。 OK ですかね。3152-45079-3265-10-9604-1450-728-78293-2831で2794386ですね。で915-047ということで9コンマ443コンマ095。次行きましょう。3617-940-9852で3742189で1693で8574を引いて573028も引きます。80435を足して456307まで足しました。ここからですよね。ちょっとゆっくりやりますね。今839万5261を引きたいんですけど、引けませんよね。引けないから2個上の1億のところに無理やり1億入れてあげるんですね。でそこから839万5261を引いたらいいです。839万5261を引きます。で81075も引きました。で1億円から借りて今9885万478、1億よりも小さい数になっているのでこれはマイナスのままですね。なのでこの状態からどうやったらプラスに変換できるかって考えると114万9522ですね。ということでマイナスの1コンマ149コンマ522が正解だと思います。ちょっと確認してみましょうか。3617-9149+3794万2182+3六百九十三-8574-573028+8435+45万6351-8万1075。答えはマイナス114万9522です。5問目に行きましょう。920万4617ですね。で52106ですね。
34万7965、43万1842、6372、3251、9233、9006万2182、6351、9023、9006万2138、27コンマ、111コンマ599というふうになりますね。さあラスト5問です。頑張ってやっていきましょう。はい、見えますでしょうか。はい、いきますね。768万4153、2784を引いて19265を足しましょう。で293万1608を引いて3892足しました。36万5470を引いて57041も引きました。640万8937を足して14526も足して1982も足せば1901852というふうになりますね。はい、次の問題に移りましょう。27,248,3,42,257,248,9,287,305,7,3,296,263,8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 ,296,
ですね。8問だけどマイナスがプラスになるかもしれません、まあ、やってみないと分かんないですね。23万5076 29615、はい、この時点でもう引けなくなっちゃいますね、はい、こういう時どうしたらいいかっていうと、まあ、結局今大きい数、一番この見取り算で出てくる大きい数っていうのは7桁万の、いや100万のところですよね。100万のところから2個上のところから結局借りなきゃいけないんです。今573,164引きたいってなってる時でも、一番大きい桁よりも2個上のところに無理やり1を入れてあげるというふうに捉えてください。はい、 OK ですかね。ということで今1億円入れました。そこから573,164引きますね。ということでこんな感じになりますよね。ん、合ってるかな。もう一回やりますか。23万5076で29615を入れて、で1億円のところ無理やり入れ込んで573,164を引きましたね。はい、で190万7283を足しました。で今1億借りた分戻ってるんでプラスになってるんですけど、まだ何もしなくていいです。そのまま935万6748を引きましょう。935万6748を引いて1407足します。で8350引きます。4892入れます。で876万2931を入れて47206を引くと。そして、まあ、借りた分の1億円が最終的に返せたので、一番最後答えが出た時に引けばいいんですね。ということでこちらの答えは955,736だと思います。合ってるかどうかをちょっと確認してみますね。23万5076足す29615引く573,164足す190万7283引く935万6748足す1407引く8350足す4892足す876万2931引く47206。結果は951736です。あ、これ最初の23万1076っていう部分が23万5076で入力ミスですね。なんで、まあ、入力ミスっていうか音声の聞き取りミスですね。 Siri が間違えたみたいですね。23万5000が23万1000って多分聞こえたんですね。なので、まあ、23万1000じゃなくて23万5000なんでプラス4000してあげてください。951736に4000してあげるとちゃんと955736になりますね。はい、ということで合ってますね。まあ後でもう一回確認しますけどね。はい、9問目いきますね。 OK でしょうか。297万5068、24万1795、5137、127843、3924、86201で、803万9456、18372、730万4519、5470ということで、1880万7785ですね。
はい、いよいよ皆さんラストです。お疲れ様です、本当にね。まあ、ここまで来れた人たちはですね、めちゃくちゃ優秀ですよ。本当にすごいと思います。なので、まあ、一生懸命頑張っていったらそろばん以外の分野でも絶対活躍できるんで、楽しんでやっていきましょう。はい、最後ですね。5,438,405,438,709,80,6,261,560,291,60,567,4,928,3,256ということで、1,768,578と。ちょっと5汚いですね。1,768,578ですね。10番の答えが。はい、ということで、これらがまあ全部合ってるかをちょっともう一回確認してみますね。はい、全部確認したんですけども、全部合ってたと思います。はい、こんな感じでソロバン1級の解説動画は終わりなんですけど、まあ、そのソロバン1級よりも先になるとですね、段位の問題、ソロバン満座も出てきて、まあ、小数点とか、なんていうんですかね、まあ、小数台何位未満下誤入とか、まあ、いろいろ、まあ、面白いものが出てくるんですね。まあ、ソロバン1級っていうのはこれはもう通過点であって頂点ではないので、どん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 練習を積み重ねていくと、まあ、全国大会とか出場したりして、まあ、あの全国のその亡者たちと友達になれたりして、すごくまあそのソロバンライフっていうのが楽しめるようになっていきます。なので、まあ、1級はこれはもう本当に通過点なので、はい、まあ、通過点ですけど、まあ、そんななんていうんですかね、まあ、気負いすぎずに、まあ、本当に楽しみつつ頑張っていけたら、まあ、絶対1級は合格できますし、10段とかも、まあ、なんていうんですかね、そう遠くない未来に、取れますし、はい、日本一も頑張ったら取れるようになるんで、最後まで諦めずに努力する習慣というのを継続していってください。というわけで、そろばん1級の動画の解説は以上です。ありがとうございました。